はい、おはようございます。おはようございます。森田先生、はい、今日は朝10時、早いですね。早いっす、早いっす。何しに来たか分かりますか？これで平さんの声入ってんのかな。今日はですね、はい、いよいよもう大切な日です、我々にとって。はい、こちらに来てます。お、早稲田宝泉寺さんに、来てます。このお守り見たことありますか皆さん？やってまいりました。さあ行きます。法の字が難しい感じなんですね。はい、ここがスタジオになります。授業をするスタジオなんですよ。宝泉寺さんにお貸しいただきまして、ここで撮影をさせていただくという形になっております。はい、合格お守りセット。もともとね、早稲田大学自体も宝泉寺さんの一部ですからね、もともとはね。こちらが本堂になります。やっぱりおみくじを引けと皆さん言いますよね。しょうがないですね、やっぱりユーチューバーとして。はっ、お守りとかをここに入れてるし、さあ、大吉だ。これ大吉ですね。吉大じゃないですよね。大吉、すごい。けれど心正しくないと災いがありますと。願い事、処備よく願う。しかし油断すれば破れる。待ち人来る、頼りあり。うせぼのほどなく出てきます。旅立ち触りなし、病用心、飽きない損なし、相当リアリと書いてますね。学問安心して勉学せよ。相場待って日を選べ。争い控えて人に任せ吉。恋愛愛情を信じなさい。矢移り急ぐがよろしい。お産安産順調に過ごす。これ関係ないか。病治る心身が第一。縁談急いであれば破れる恐れより時を待つがよろしということでした。大吉です。大吉は捨てないやつですよね。食べるんでしたっけ？はい、ありがとうございます。はい、じゃあスタジオの方に行きたいと思います。さあ、黒板が設置されました。はい、さあ、いいっすね。こっから撮るのかな。どこ、こっからかな。あ、ここですね。あ、これか。じゃあ剥がしましょう。はい、こうやってさ、森田先生があっちからで、俺がこっちから外してさ、そんなのある？それでなんかロマンティックなんじゃないの？ロマンティックって。ロマンティックあげるよ。じゃあいきますよ。はい、せーの、よいしょ。あ、うまくうまく剥がれない。全然うまく剥がれなかった。全然美しくなかった。静電気する。いや、全然この辺うまく剥がれない。ここもだな。聞いた方が良かったんじゃない。もういや、
撮ってもらいましょう。撮ってもらいましょう。撮ってもらいましょう。まあできました。はい、できました。はい。デジャブ感があるな、これ。名前もやったし。ダメだ。ここ撮らない。ダメだ。じゃあ、書いてみましょうかね。はい。ね、あ、そうか、チョークもね。ダストレス。私がいつも使ってるやつですね。ダストレスの色。すごい。茶色なんてあるんですよね。うん、これが何でしたっけ、ダストレスラーフル、ね、河合塾と同じ書いてみましょうか。ジンベイの平さんの大好きな名言を覚えちゃいましたけどね、はい、これですね。はい、おできました。あんまりいいフレーズなのかわかんないけどね。え、ジンベイは何て言ったんですか。失ったもの、うん、失ったものばかり数えるな、ないもんはない。よ、開かない。色をちょっと見てみますね。関係室です。あ、おお、すごい。どうだろう、ありがとうございます。どうしね、もうフォーエヴァー、失ったもん、永久にも。はい、こんな感じでボスジンベイですね。顔がわかんない、ジンベイの顔が。まあいいや、こんな感じで色多分見えてますかね、ちゃんと。はい、こんな感じで。お、描けますね。ちゃんと綺麗に描けますね。よし。消えます、消えます。色によって、ね、消えにくかったりすることとかもあるんで。はい、こんな感じで。まあ、障子を閉めたら、ちゃんと見えるようになりました。ちょっと、平さん、じゃあ、ちょっと日本語書いてみますかね。縦書き、どんな感じに見えるかとか。この方が影が映んなくていいな。はい。うん、はい。字の大きさって気になるな。字は上手くないですね。あなたもよ。大きさ、でも普通に大丈夫ですね。うまくはないんですけど、あのね、横の方が書きやすいから、今度はね。あ、結構しっかり消えるなこれ。あ、備え付けの方が消える。はい、ひらがなはね練習したんで、あの通ったんですよ僕。東進の社長に字が汚いって言われて、あが汚いって言われて、それでね練習したんですよ、ひらがな通いました。1ヶ月ぐらい通ったよね。あ、うまくないですか。あとそこで習ったのは、漢字よりもひらがなは小さく書けって習ったんですよね。にも忘れちたな、なんかあったんですよ、ルールあったんだけど、忘れちたな、どうやって書くなったかな、には。なんかいろいろバランスのやつ勉強したんですけどね。無がとにかく好きでした。これが好き、すごい好き。無がなんかね、練習してて、これは楽しかったです。もうちょっとここうまくできるんだけどな。なんかこういうバランスのやつとかね、もうちょっとうまかったんだけどな。はい、どうでもいいですね、ということが実はありました。はい、大丈夫ですね。では電子黒板使ってみますね。はい、どんな感じなのか。あ、これで太さも変えられる。はい、さあ平さん、今年の関西学院大学の問題です。下線部です。どういう意味でしょう。俺に聞くな。ああ、そう、格差に関することだったんですがね、見事にね、動画的中してますから、ちゃんと見てくださいね、格差のやつ。さあ、これどういう意味でしょう。財産が
multiplied 増えるですね、マルチ。プライは、そう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 、だからこう増大していくわけですよ。2倍3倍と増えていくので、それに伴って、はい、これどういう意味ですか。インクオリティはどういう意味ですか。不公平、そう、不平等ですね。これ否定とイコーリーだから、イコーティも増えたってことですね。マルチプライ増大しましたよっていう意味でございます。あ、書けますね。ちょっとじゃあ黒板バージョンにしてみます。あ、そうか、これで消せるんですね。こうやって手でも消せるし、これでも消せると。はい、おお、すごい。ってことは、黒板の場合はまた白をベースにやった方がいいってことですね。 Hell Low there ってことですね。はい、おお。で、だから黒板の場合は黄色の方がいわゆる赤の役割になるわけですもんね。で、青は多分見えない。あ、でも見えるか。で、あ、じゃあこっちかな。水色だったら多分見える。で、赤よりはピンクの方だね。赤は反対色になっちゃうから。はい。お、こんな感じで、あ、黒板の方も結構綺麗に見えますね。ただパワポとかやった場合は、そうね、黄色ベースになるから赤とかになるって感じですね。あ、これも綺麗ですね。黒板いらないんじゃないの？はい、という感じです。すごい、すごい綺麗に見えますね。